結構今日は芝レースが6レースまた席に行こう行ったよね、私もね、そう思ってた。俺だけ、はい、どこにいるかだけ。東京競馬場は2レース出走各馬の入場です。1歳1勝2芝の 1800m 戦に出走馬15頭です。1番湘南が指名、今日の馬体重466kg は前回から増減ありません。鞍上長野武蔵53kg での騎乗です。2番ニコマール397kg マイナス2、伊藤拓馬54kg、3番モスモポリタン484kg マイナス4、コアタクヤ54kg、4番パラリー490kg マイナス2、ツーアーキーで54kg、5番ナイトブレーカー460kg プラス4、三浦昴生55kg、6番フェスティブラシア446kg プラス6、大野拓也54kg、7番ミニエルフリーで448kg プラス16、野中裕太郎54kg、8番フライフォート444kg プラス8、柴田大地54kg、9番マテンポーカー434kg マイナス2、横山美博54kg、10番サルバトーレ482kg プラス14kg、菅原明55kg、11番ユミニーフィーユ496kg プラス4、内田圭之54kg、12番ネットランパンテ458kg プラス10、坂井学54kg、13番アサクサビーナス450kg 増減がありません。内田優太54kg、14番ダンシングハビーに408kg マイナス8、枝天皇54kg、15番マフロゼクロス466kg プラス6、ビンコデルーロ55kg の入場です。青空広がって舞台から始まれ、天候競馬では芝コース、アコースともヨーロッパコンディション、2レース1歳2勝1芝の 1800m 戦で出走します。15頭の入場でした。
競馬場ディレクターは2歳の勝利、芝の1800円セルフィックスを待ちましょうです。芝コースはコースの両方のコンディション状況競馬場非常に穏やかな状態です。向上面に徹底と行く6番フェスティブラシア、10番レッドランバーテ、8番クライノート、2番がミコマーナ、10番がサルバトーレ、そして4番ワラリント、3番がゾクセンオーサバタ、最後に15番がウゼイドロス。ごめんね、言えばよかった。3ヶ月分の実践になります。15番のウゼイドロス、ゆっくりとゲートに伝わっていくだけが離れました。ゲートに入るのスタートしました。地でポイント4番パラディのスタートを切りました。パラディ、さらには11番ユー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 、この間から6番のフェスティブガジャ、そして8番のフライトの森が広がっています。2番周回で10番サルバトレ、今日は5番手につけて並んでいった10番でドラムアップで14番ダッシャンハピリーここは広がりました。3番手に入れた10番7番のウィンゲフリーレ、これもかわして13番マサクサピーナスがそれから上がって、さらにさらから15番の風船をする中間ルートの一角につけています。ここからサルスルーナーカーインコースから5番のライトレーカー、中間の後ろ外からはスッと上がっていく7番のウィンゲルフリーで最後のコーナー中間にかかって上がっていきました。その後は3番手がいて5番のライトレーカーはちょっと後退、前にいたのが10番のサルバトーレ、最後のコーナー中間、そろそろ1番の終盤がして、あと4番手がいて10番マテリコーカーの後は前は第2コーナーから6点を超えて直線コースに入ります。6番のテスティブラシア先頭で今から8分11番 UAT を並んで行って4500を切りました。この間に外から13番がサクサクイナスに行きまして、先頭に変わって外を曲がる、その外から中盤の風船ロスを取って坂を持ってきました。さあその後3番手争いが3番のコーナーから前を向かって上がりますが、その外からは10番の3番手に上がっている。さあ前行くと13番がサクサクイナス、10番の風船ロスがサクサクイナスに行きました。戦が終わりました。中盤の風船ロス一気に持たれました。